これより日程に従い議事を進めます。昨日に引き続き一般質問に入ります。まず個人質問として通告のありました成田真一議員に質問を許します。成田真一議員、おはようございます。私は市民クラブの一員として先に通告した事項について質問をいたします。国際交流について、東京オリンピック・パラリンピック練習場の誘致、去る11月15日に開催されました第27回市町村対抗福島県駅伝競争大会福島駅伝において、会津若松チームが2年ぶり2回目の総合優勝を遂げられました。このことに対し、心よりお祝いを申し上げるとともに、大きな誘致と力を示してくださった選手の皆様に、心より感謝の意を表すものです。さて、東京オリンピック・パラリンピックの練習場の誘致につきましては、今年の6月、定例会において市の考えをお示しいただいたところです。その際に教育部長よりいただいた答弁は、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の候補地ガイド掲載によらず、市独自に事前キャンプ地へのアプローチなど取り組みを展開していくとの内容でありました。11月24日現在、福島県内においては会津若松市をはじめとする10市11町村が外国チームの事前合宿の誘致に名乗りを上げるとのことであり、全国レベルではモンゴルのフェンシングチームの合宿地として合意がなされた青森県今別町をはじめ、11月10日現在で少なくとも9区市町が外国チームの合宿地として内定しており、タイと協議を進めている秋田県美里町や大須賀に要請を行っている栃木県小山市、フランスなどと招致に向けた協定を締結した岐阜県、ジャマイカと協議中の鳥取県など、すでに多くの自治体が合宿所招致に向けて活発な動きを見せております。現在内定している区、市、町では、受け身では他の自治体と町村に負けてしまうとの危機感から、来年の夏に予定されているオリンピック・パラリンピック組織委員会の候補地ガイド掲載を待たず、招致活動を行い、成功した事例であります。本市においても、東京オリンピック・パラリンピック開催に関わる情報の収集や提供、大会の事前合宿等の誘致や国際交流等の事業を行うため、2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業等、会津若松市推進本部が5月14日に設置されたところです。オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補地ガイドに掲載されるには、各町にの国際連盟が求める基準を満たす必要があり、登録は簡単なものではないと思われますが、福島県では組織委員会の候補地ガイドに掲載されなくても誘致は可能として独自情報を発信する考えでいるとのことです。このことは本市にとっても国内の町に団体とのネットワークを形成することで十分な可能性を示しているものと考えます。そこで伺います。まず2020年東京オリンピック・パラリンピック関連事業等
会津若松推進本部はどのような活動を行ってきたか、今後はどのような方針を持ってオリンピック・パラリンピック関連事業を推進していくのか、お考えをお示しください。次に、会津若松市とゆかりのある国々、例えば野口英世博士が黄熱病の研究を行ったエクアドルやガーナなどの国々に対し、市独自に交渉する考えはないか、お示しください。次に、農政についてです。TPP、環太平洋パートナーシップ調停について、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、アメリカ及びベトナムの合計12カ国で高い水準の野心的で包括的なバランスの取れた調停を目指し、交渉が進められてきた。環太平洋パートナーシップ調停 TPP が今年の10月のアトランタ閣僚会において大筋合意に至りました。これにより日本とアメリカの二国間協議で最大の焦点となっていた種食用の米の輸入拡大については、日本はこれまでの関税は維持する一方、新しい輸入枠として年間7万トンの枠を設けることで合意しました。新たな輸入枠は調停の発行時は年間5万トンで、13年目以降7万トンまで増やすとのことになりました。一方、日本はオーストラリアとも種食用の米の輸入枠を設定することになり、発行時は年間6000トン、13年目以降年間8400トンとすることになりました。これとは別に、お菓子のほか味噌などの調味料の原料に使う加工用の米についても年間6万トンの新たな輸入枠を設けられます。小麦と大麦は国内の需要と価格を安定させるため、国が一括で輸入して国内業者に販売する国家貿易を行っています。業者に販売する際には、国内の生産者を保護するため、マークアップと呼ばれる事実上の関税を輸入価格に上乗せしています。交渉の結果、国家貿易の仕組みは維持する一方、小麦と大麦の事実上の関税の金額を段階的に引き下げ、10年目までに 45% 削減することになりました。さらに、小麦はアメリカとカナダ、オーストラリアを対象に国ごとの輸入枠を設けることになり、輸入枠は調停発効時には合わせて19万2000トン、7年目以降は25万3000トンになります。一方、オウムにも TPP 参加国を対象にした輸入枠を設けることになり、調停発効時は年間2万5000トン、9年目以降は6万5000トンにすることになりました。牛肉の関税は現在 38.5% ですが、調停発効時に 27.5% にまで引き下げることになりました。さらに、調停発効10年で 20% に、16年目以降は 9% に段階的に引き下げます。豚肉は価格が安い 肉には現在1キロ当たり482円の関税がかけられていますが、調停発効時に125円に引き下げます。その後、発効5年目に70円、10年目以降には50円に削減することになりました。乳製品については、日本は輸入を制限する現在の国家貿易の仕組みは維持する一方、バターと脱脂粉乳について TPP 参加国を対象にした新たな輸入枠を設けることになりました。輸入枠は調停の発効当初に
生乳換算でバターと脱脂粉乳を合わせて年間6万トンとした上で段階的に増やし、6年目以降は7万トンまで増やすことになりました。以上が主要5項目における合意内容ですが、 TPP の大筋合意によって日本が輸入している2328品目の農林水産物のうち1885品目で関税が撤廃され、その割合は約 81% となっています。また過去の EPA 経済連携協定では一度も関税が撤廃されなかった834品目のうち395品目は今回 TPP で初めて関税を撤廃します。農林水産省が2013年に行った試算によりますと、 TPP 交渉参加国に対する関税がすべて撤廃された場合、日本の農林水産物の生産額は約3兆円減少するとしていました。これを受け政府においては総合的な TPP 関連政策大綱の原案をまとめ、米など主要5項目への対応を示したところです。中でも本種農業の中核となる米については価格下落を防止するため、政府備蓄米の買い入れ量の増加など守りの施策や高品質な米の輸出を拡大する攻めの政策を掲げ、国内農業の保護に向けた姿勢を示したところです。しかし本種農業はすでに放射能災害による風評被害にさらされ、平成27年の米の買い入れ価格は大幅に下落した。平成26年度よりも上昇したとは言えず、本市内の稲作農家は市場に苦境に立たされています。会津産コシヒカリの JA 概算金は11,300円と昨年より650円の増額となりましたが、全農秋田県本部は秋田小町に12,000円の値をつけ、山形県ではつやしめに15,000円の値を超える、15,000円を超える値をつけたとの報道がなされました。このように米については味覚に優れた会津コシヒカリは東北各県のブランド米に対抗できない状態に陥っているのです。このような状態で TPP の発効を迎えることはできるのでしょうか。 TPP の嵐を本種の 農業は乗り越えていけるのでしょうか。そこで伺います。 TPP は本種の農業にどのような影響を与えるのか、市はどのように認識しているのでしょうか、お示しください。また TPP を乗り越え有利に利用するため、市はどのような施策を構築し農家を守り発展させていく考えをお持ちでしょうか、お示しください。合併時の事業契約の進捗状況について、北会津地区東部幹線の整備について、先の6月定例会において会津若松市と北会津村の合併時における新市建設計画のうち、水地の里や北会津中学校、北会津地区養蜂連携型認定こども園などの建設事業については一定の成果が認められるものの、道路整備についてはいまだ成果を見出せないものも見受けられると指摘をいたしました。上米塚から須賀町に至る
幹線指導である指導管 1-28 号線、通称東武幹線は南から会津本郷駅、会津西病院、水木の里、4つの観光農園が配置され、県道72号会津番下、会津本郷線に次ぐ交通の要衝であるにもかかわらず、いまだ着工自治すら明確に示されてない道路整備の一つであります。この件については、6月定例会において、建設部長から、東武幹線は重要な道路として位置づけており、整備の必要性を認識しているけれども、事業の実施にあたっては、他の合併特例事業や道路整備事業の進捗状況を見ながら、財源の確保に努めるとともに、着工自治を見定めるものとし、合わせて道路の安全性や利便性の向上のため、一部を拡幅することも検討したいとの答弁をいただいたところです。東武幹線は、両側を有料農地に囲まれ、春は田植え、秋は稲刈りの農耕用車両が多く行き交い、実りのシーズンには、会津の果物を楽しむ観光客の車両が集まる場所となっています。会津の経済を支える農業と観光業、これらに従事する市民や観光客を応援する意味でも、装置の着工整備を求めるものです。そこで伺います。まず1点目として、東武幹線のルートや道路、復員の具体的な計画をお示しください。次に6月定例会において、建設部長からいただいた道路の一部を拡幅することも検討したいとの答弁に対し、距離的に500メートルおきに拡幅工事を考えることはできないのかとの提案を行ったところです。このことについて、その後、どのような検討がなされたのか、進捗状況をお示しください。以上、壇上からの質問といたします。誠にご清聴ありがとうございました。市長、成田真一議員のご質問にお答えをいたします。はじめに2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業等会津若松市推進本部の取り組みについてであります。本市におきましては本年5月に推進本部会議を開催し、事前キャンプの誘致、さらには魅力ある観光地づくりとおもてなしの向上等に取り組むことなどを基本方針として定めたところであり、実施事項等について具体的な検討を進めているところであります。その一つとして推進本部の概要周知並びに誘致活動の PR 等を行うため、2020東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ会津若松市概要をホームページに掲載したところであります。また今後事前キャンプ誘致までのスケジュールの作成や、会津大学等の教育機関、市民団体、会津若松商工会議所等の関係団体との連携体制づくりについて検討するとともに、さらなる情報の収集と発信及び組織体制の充実に努めてまいります。次に、本市とゆかりのある国との独自の交渉についてであります。本市におきましては、本年7月下旬に行った国際交流事業を活用し、ガーナをはじめとするアフリカ諸国の大使館に対し、事前キャンプ誘致についての情報発信を行ったところであります。今後も歴史や経済等においてつながりのある国や地域に対し、同様の国際交流事業等を活用するとともに、国、県における
事前キャンプ誘致のノウハウを参考にしながら、気を逃さず誘致活動に取り組んでまいります。なお、年明けには私自らトップセールスにより、本州にゆかりのある国や地域の大使館を訪問するなど、直接働きかけを行ってまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、主幹者よりお答えを申し上げます。農政部長。お答えいたします。TPP の本市農業に与える影響につきましては、諸派連合代表、安倍光正議員にお答えしたとおりであります。次に、TPP への対策についてであります。国においては、総合的な TPP 関連政策大綱を決定し、農業分野については、攻めの農林水産業への転換や、重要5品目を中心に、経営安定、安定供給のための備えなどを講じていくとの方針を示しているところであります。また、国が示したところによれば、農業分野における多くの品目で、影響は限定的としながらも、米など一部の品目で長期的には価格が下落する可能性があるとしており、本市の農業所得への影響が懸念されるところであります。今後、関連予算を通して具体的な施策内容が示されることになりますので、市といたしましては、認定農業者等担い手の育成や農地利用集積の推進など、農業経営基盤の強化を進めるとともに、国、県の動きを見据えながら、市独自の取り組みについて関係機関と協議の上、適宜検討してまいります。建設部長。お答えいたします。東武幹線の整備についてであります。東武幹線のルートや道路復旧につきましては、市道間 1-28 号線の現道確保を基本として考えておりますが、国道や県道との接続や道路周辺の土地利用状況を考慮しながら選定する必要があることから、現在まで具体的な計画までには至っていないところであり、今後検討が必要であると考えております。次に、道路の一部拡幅についての進捗状況であります。現在まで朝夕の通勤通学時間帯の交通量や道路復員等の調査を行ったところであり、将来の東武幹線の整備を見据えながら、当面の対応として現道の拡幅位置について検討しているところであります。以上でございます。成田真一議員。答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。国際交流についてですが、2020年オリンピック・パラリンピック関連事業等ので、民間人やいろいろな国々と結びつきのある団体と共同して、一緒にオリンピック練習場を誘致するような考えはないかのと一つと、あと TPP、 農政についてですが、 TPP 国の考えばっかりじゃなくて、市独自でやる考えはないんでしょうか。市独自の、連携を、県との連携を取りながらやるのも結構ですが、市独自で夢を持たせるようなことはできないんでしょうか。それが一つ。あと道路合併時の東武幹線についてですが、計画は作っていただけるのか、本日計画はいつ頃作るのか、それをお聞きしたいです。農政部長。TPP に関しましての再度のご質問でございまして、市独自の考え、農業者に対する夢を持たせることはできないのかというご質問でございました。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、今般の TPP 大筋
合意に対応しまして、政府は総合的な TPP 関連政策大綱を決定されております。この中で、農政新時代という新しい言葉を使いまして、日本の輝ける時代へとしていくというような対策を込めてございます。TPP に関しましては、いずれにしましても批准まで、また関税が影響を及ぼすまで相当の2年程度の時間が要するということもありますので、この間、市といたしましては、県や JA などの関係機関と協議を経て、対策を検討していくことになりますけれども、何としましても、本市農業を振興していく上では、農業者の意見をよく拝聴しまして、信頼関係を築いていくことが大事だと思っておりますので、TPP に限らずですね、改めて、農家の声を聞いてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。建設部長。お答えいたします。東部幹線の、計画整備時期ということでございましょう。整備計画の時期についてといつ頃になるのかということでございます。議会の中でもたびたびご質問いただいて明確なことがお示しできないんですけれども、東部幹線の整備については当然合併後のまちづくりの中において重要な道路であるということは認識しておりますけれども、なかなか他の合併事業特例事業といったところで進捗状況などを踏まえながら考えているところでございますが、さらには国の財源といかにして確保していくかということで、いろいろと考えているところでございますが、そういったことを踏まえて、どのような時期整備時期がいいのかということが検討必要があるというふうには考えておりますが、現時点ではいつごろというまではお示しできないというところでございます。以上でございます。教育部長。東京オリンピック・パラリンピックにかかる事前キャンプの誘致についての再度のご質問でございます。民間団体等との連携が図れないかというようなお話かと思いますが、近年、本市におきましては産業経済でのつながりのある国もございます。また、民間レベルでの交流のある国や地域というのもございますので、市といたしましてはこうした人的ネットワーク等の活用も図りながら、事前キャンプの誘致に取り組んでまいりたいというふうに考えております。成田新一議員。合併時のことについて市長にちょっとお伺いしたいんですが、そこでお聞きしますが、釣った魚に餌はいらないんでしょうか。お聞かせください。ください。はい、はい、市長。ご質問の趣旨が全く分かりませんので、分かりやすくご質問いただけないでしょうか。はい、成田新一議員。議長。成田議員、はい、もう少し明確な質問をお願いいたします。はい、あと4回目になります。北会津村と会津若松市で合併して11年目になりますが、我らでは同等に合併したと思っているんです。北会津の村民としては、中村民は。それにおいて、で合併に対して約束したことを守ってほしいという意味で、釣った魚に餌がいらないのかという言葉になりましたが、はい、失礼しました。反問なので、反問権のあれなので、今3回目ですね。はい、
市長よろしいですか。はい、市長。合併して11年経っての合併特例債事業の進捗についてのお問いや、まあ、質問ということでお答えをさせていただきます。新市建設計画は北会津、川東町それぞれ、ありますけれど、実は会津若松市ももっともいっぱい持っています。それぞれの進捗を見ながら進めざるを得ないというのは、財政規律やさまざまな財政状況、それから国の交付金の状況等の中でですね、どう進めていくかという判断を総合的にさせていただかざるを得ないということは、ご理解いただきたいと思います。決してやらないということを申し上げているのではなくて、やる時期についていまだお答えができないということは、他の合併特例事業についても同じ状況のものってありますので、合わせてその点はご了解をいただきたいと思います。なお現状で対応できるものについては、一部の拡幅、例えば大型バスが止まっているときに通行しづらい状況があったりするということは確認をしています。ですから、それをどう解消していくかということは必要なことだと思いますので、そのことはできる範囲で対応させていただきたいというお答えを申し上げたところでございます。はい、はい、成田真一議員。私の質問はこれで終わります。この際、成田真一議員から昨日の一般質問における発言の一部について取り消したいとの申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。成田真一議員、昨日の私の一般質問の発言中、という発言を取り消していただきたいと思います。ただいまの申し出のとおり、発言の取り消しをすることにご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認めます。よって、採用を決せられました。